うございます。宇高さん。急に宇高さん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。どうもおはようございます。おはようございます。どうもどうも。どうもどうもどうも。どうも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 。これ直樹くんのやつですか？これはそうですね。もん今まで持ち込んでないですよね。持ち込んでないです。そうですよね。初めて。これどうしよう。こっちのミュートとこっちのミュートどっちがいいかな。これ。うわあむずいっすね。ベタっと行くならこっちだけど。ミッドナイトグローの方、その早い方はベタっとした方が良さそうな気も。あ、でも僕は結構鳴ってるのは好きなんですけどね。ライブでノーミュートでされる人っています？みなとさん。ああ、はいはいはい。いいかな。そんなに当てなきゃいい。なるほどなるほど。こっちにしてみるよ。あ、はい。
これヘッドさ一回借りていい？全然 TW の方か TW の方あっちでもいいけど一回移植しようか。だいぶやられてる。ずいぶん叩いてないんじゃないですか。そうでもないですか。あ、こっちは前借りてきたやつ。ああ、なるほど。こっちは僕のなんですけど、はい、もう7年使ってないですね。なんかスナッピーのスイッチのところがネジが1個外れてるから、もしかしたらやってる途中に壊れるかなと。なるほど。プレイがパワフルすぎてとか言うて扱いが雑なわけです。じゃあ辻さん来られないんですね。そういや辻さんね、はい、なんか今日用事があるような感じ。来れたらとか言ったんだけど、ほら、分厚い。ほんめっちゃ重たいっすよ。重いスネア音がいい。なるほど。お、名言いただきました。重いスネア。なんで復唱したんですか今。いやもう一回染み込ませようかな。なるほど、ね。染み込ませる、ね。そうです。今その時期なんです。あ、なるほどね。昨日も吸収率。吸収率が今いいんで。今日2日目だから。ね、今までのレコーディングとかやったらね、はい、自分のフレーズじゃないですか。あ、でももう昨日あの松尾さんと一緒にスタジオ4時間ぐらい入って、はい、いろいろ染み込まさせてもらったので、ね、うん、浸透率が浸透率いいっす。寝て起きたら染みてたら。ああ最高っすね。ちょっとずつ締めて、はい、なるほど。今すごいいいとこなんですけど、もうカメラがバグりすぎて。おかしいな。なんかね、あのこのあのラインとか来るじゃないですか。来た時にバグるんですよね。今ちょうど来たんで。携帯でやってるからさ。
予算がないんですよ、予算が。うちみたいな弱小企業は。マスオさんがネジを巻いてる動画になりそうですね。シュールなやつ。はい。ASMR 動画みたいな。難しいな。それ借りてきて。そうです。うん、前もこれで撮った気がする。綺麗な色。めっちゃ綺麗ですね。シャンパンゴールド。その感想は。結局何食ってきたんですか。むなしです。あ、生姜焼き。ナンバーツー。ああ、珍しい。あ、全然。いや、全然大丈夫でしょ。何何何。何何ここじゃないの。あります。すごっ、うん、これって 裏がちょっと高い。裏が高い、うん、なるほど。
か。のさ、はい、手前側に手前側切ったないののこれですか、あこれですかの下に黒いさ、はい、ミュートがあると思う。あ、OK、です。これですか、ね、あジェルミュート。多分それですかね。それもこの間サウンドハウスで買おう思ったらもうないんですね。あもうない、はい、こっちしかなかったですね。嘘、普通の、はい、ああ、いいですね。この感じで落とすと、ああ、確かに戻ってくるけど、はい、点になるっすね。そんなに、あはは、は、あの、長すぎないから、はい、一回ボワってなって、あの、フロアの太さが出て、でなおかつキックに干渉してるの。ああ確かに。あすごこれも元こんぐらい高いのを、はい、だいぶいきますね。んだいぶ下げますね。そう、you
と真逆の。そうっすね。発想なんだけど、どうやらこっちでちょっと止めると。ああ、確かに。結構向こうで、はい、このコントロールルームで切るところの、はい、こっちで最初から切っちゃえば。干渉しない。はい。確かに、うん、すごいすっきり聞こえますね。外人ってすげえな。発想はやっぱりそう、なんか今までやってたの間違いじゃなかったけど、はい、結構やっぱ叩き手選ぶ人が多かったから、はい、これだと確かに。面白いですね。ちなみにさ、その俺のどこかビーター、このビーターですか。うん、それ使ってみる。あ、でかいな。ちょっと止めていただければ。どうぞ。こんな。これしかやってない。I can't fight.